大変楽しい。何した誰が売ってんの今、誰が売ってんのこれ。死んだ死んだ死んだ怖い怖い怖い。どうもかまいたちです。ミステリー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 。さあ本日ははい、金パルを打ってみよう。アギーンですね。一回ね、はい、ちょっと液晶部分に問題があって、まあ神回になった回ですけどね。神回じゃない、地獄回だ。金パルで液晶映らないともう意味わかんない。で今回直してもらったんですね。映るようになったんでリベンジしていきましょうと。メダルは？あ、これメダル不要のやつ。最高やん。もう今後メダルなしでええかもな。そうです、うん、うん、メダルなしでいいなら全然それでいいよ。この演出が見たいから我々最初は。でもメダルありでって俺らが注文してんで、ね、やっぱある方がええわ。ごめんね。いや、まあまあ、ごめんね、うん、おいと叩いた。うん、叩いたよ、うん、分かんない。これはもう演出起きるまでは、はい、今1回目カエルが5回連続は確定ですね。液晶に出てきたら液晶にで4回でももうほぼ 90% 入ってます。はい、もうダメ。この単純にカエルが連続で通るかどうかだけのこれで当時もうひりついてたもん。それが基本的にボーナスに入る演出なの。そう。他は？他はいきなりでも変えるなのよ。打ちながら喋れ。全部変えるなのよ。ほんでなんでお前が当たり前のように言ってんねん。続いて出るパターンもあんねんけど、いきなり一発でカエルがダイダーンって出る時もある。それはどういうカエルなんで出てくるの？これ今この大きさやんか、うん、じゃなくてここにどでかいカエルが一匹ダーンって出る時もある、うん、であとはリールが、これ山佐の特徴的なリール制御で、あのバウンドストップっつって急に止めた時に今スッて止まってるやんか、じゃなくてこの第一リール止めた時にブルンってリールがバウンドで止まったら激アツ。それはもうボーナスかチェリーかオレンジかな。対応役は結構シンプルやな。4回5回カエルが続くっていう。そう、今の逆回転は、逆回転は関係なし。右リールから回ってんのあんま関係ない。これは関係なし。これどうすんの？何をするの？何か押したらって。何をした？押しました。なんで見えない時にそんなすんの？こっそり。ここを押すの？はい、見えない時とか見てなかっただけだ。当時金パルの6なんかもう万枚出まくりでしたよ。1万枚ね。1万枚。夢の万枚ってやつや。なんか設定5とか設定6でハマるとさ、逆にもうハマるのが楽しいぐらい。出るの分かってるから。その間にストック。だらだら喋りながら歌うんだ、早う打てや。その間ストックが溜まるだけやから。とにかく今はもうカエルが出るの。みんな言ってたな、キングパルサー、キングパルサー言うて。居酒屋行ってもとりあえずキングパルサー言ってたもんな。言うてへんわ。全部自分でやってる。おかしいやろ、居酒屋でキングパルサーって言うから。突き出しにカエル出てくるのかよ、それ気持ち悪い。言うからこっちが。あ、でボーナス絵柄の一直線は確定です。赤7白7赤7とかね、うん、バー77とかね。はい、1回目全部。はい、2回目。2回目楽しい。あ、今のぐらいでもやっぱ楽しい。楽しい。はいはいはい、ざわついてきたよ。楽しい。これでカエルが帰らないっていうのもあるの。今押し終わったのに。そう、ボタン押して帰ってるやん。それがカエルが泣き出すね。それで確定？いや、熱いってこと。熱い。
反対からカエル出たりしたら熱い。いつもは右から左に行くけど。そう。はいはい。これやけど。あと戻ってくる時もある。右から右から何かが来てる。カエル。僕はそれを左へ受け流す。カエルやん。いきなり上がってきた。カエルやん。右から上がってきた。不意にやってきた。右からやってきた。あ、あれ77バーはダメだったのかな。ボーナス絵柄一直線はあかんぽいな。77バーはダメだ。こうやって帰らないと、帰らなければ帰らないだけ熱いのよ。何やねんその作業変革活用みたいな。ラ行や。ね、作業変革活用。今のあれが続くとラ行やんな。ラ行変革活用やんな。額がないもんで。はい、1回。はい、2回。あい、なんなんキモ。あい、キモ。ここやねん。もどかしいな。でこのレバーオンでいきなりカエル出たりするから、それも特大カエルが、特大カエルがゴー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 って下から上がってくる。基本まあ横切るときは横切るときで単発が多いかな。ここ一列のときが続く。さっきのワーワーみたいな。あ、そうそうそう、ワーワーからなら横切るのも別にええやん。いいね、カウントしていいんやろ。なんでもいいね、カエルが出てきてくれさえすれば。はいはいはい、まずね、カエルがこけたら熱かったね、確か途中で。でもそれ危なない。いや、そんな心配いらんねん、カエルが転ぶの。こっちはそれが演出で熱いって言ってるけど、カエルからしたらそれ危なない。大丈夫です、本物のカエルちゃうし。え、本物のカエルちゃうのこれ。本物のカエルや思ってたな。どういうことこのドットで。いつまで打ってんねん。もう当たるから、設定6なんだから。はい、2連ね。変わろうか。どうやら今日の俺は全然あかん。カエルにスカエルえてないらしいわ。なんやねんそれ。あいた、叩いてるやん。叩いたあかん。来た。はい、まず1回。来た。いいね。オレンジチャンス？オレンジチャンス。スイカ的役割？チャンス公約でもめちゃくちゃ確率は低かったんじゃない。もうシンプルにカエル連発が。カエルやねん、ほんま何でもカエルやねんな。これパルサーっていうのカエルって意味な、どういう意味なんこれ。パルサーカエル。へぇ、カエル。フロッグみたいなのカエルじゃなかったっけ。出てきたね。はい、はい、2回目。はい、次。はい。2回が、3回が壁やねんな。そう、3回いったら大チャンスで、4回でほぼ確。演出がだから意外に少ないからさ、これ。確かにね、ドットだけですから。それがまたひりついたんやろな。カエルじゃない。どういう意味なんですか。なんか日産の自動車のパルサーから来てる。え、じゃあなんでカエル。日産の自動車の。その前にカエルじゃなかったことを謝らなかった。謝る、なんで謝らなあかんねん。謝罪や、謝罪。今見てる人、当時売ってた人全員が、いや、カエルちゃうんかいって。日産の車かいってなって。はい、いいよ。
はいはいはい、転ばない。一回来ただけで、はいはいはい言うのやめてくれる？いやいや、レアやん。はいとかわーとか言うので、一回パンって抜けてまうから、二回来るまで、なんし三回来るまではリアクションせんといてほしい。わっでも一回喜びでパンって抜けてまうから運気が、うん、3回ね、2回ぐらいまではもう黙っといてほしい。3回来てからおっていうのは欲しいな。おっ、これ初めてのパターンじゃない？でもこのこっち出た後の横切り今までなかったんじゃない？抜けてるやん、まあ、やめろっつってんねん。3回まで我慢せえっつってんねん。いやもうエモすぎて抜けるから、エモすぎて3回まで立っとけよ。なんか、みたいな漏れてなんか何も出すなっつって、なんか、が漏れてんねん。いやもう当たりそうやったから今。ゼロ。3回いったらリアクション許すから、それまでは抜いたらあかん。貯めとかな。そうやのんな。ビャン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 。こんなん4回なんか来んのかいな。バグった。誰が撃ってんの今？今誰が撃ってんのこれ？怖い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 。何した今？ああ死んだ死んだ死んだ。怖い怖い怖い。何これ？オートモードみたいなあんのかな？オートモードとかあってもなんか設定せなならへんやろ。急に濱家がなんかオートモードのボタン見つけたってこと？直った。直った。どういうこと？直ってなかった。直った直った直った。え？こっちのだけのオートになってる。ボタン自分で押して他をあっちやってくれるオートになってる。めっちゃ楽やん。何その半オートみたいな。なんか押したら治るんちゃう？設定入れ直して。何？なんかボタン押したら治るやん。わからん。一回開けてみようか。はあはあはあ、入っても止まらない。怖い怖い怖い。負け続けたスロッターの霊が乗り移ってる。なんでや。全然止まった。ベッドとベッド。ダブルベッド。ダブルベッド。ダブルベッドしたら今止まりましたよ。当たった。ダブルベッドやったんや。またや。ああ。
あー一回止まってくれ。ダブルベッドで止まったじゃないか。一回止まってくれ、怖い。それ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 止まれよ。止まんねえ。一時的なのかそれ。コマンド見つけろ、コマンド。前押し。レバーも含め、あ、止まった。あ、止まった。森氏怖いよ。もう俺らパルサー打つんやめようぜ。治ったんじゃない？あ。なんで？ゾンビみたいになってる。ゾンビ撃ち。あれ？あれ？今濱家なんで止まってる。あれ？治った。治ってる？ボタンだけシステムだ。ボタンだけシステムだ。マックスベッドとレバーだけはこのパルサーの亡霊に任そうか。パルサーの亡霊に。それまで勝手になってる。好き放題してるわ。やりたい放題やん、パルサで。よし。はい。よし。横切るよりそれの方が熱いんか。熱そうやな。第二停止と第三停止を同乗し。もう一回今。今これでいけたんじゃない？いけたんじゃない？勝手に3つ押しちゃうんかい。おお3つ押しやん。3つ押しやんけ。なんかコイン出てきた。コイン出てきた。コイン出ない設定のはずなのに。え？よし。なんやろ、当たってないのに今達成感すごいねんけど。発見したから。発見したからか。いきなり来んのよ。でも設定6なんかもうむちゃくちゃ当たんねんから。ズイムやな。いやちょっと今引き悪いね。ズイム出んな。当たりやすい台のはずだけど。はい。今2連まで残ってる。ピンピンピン、ドロドロで、これで帰らなければ当たり。第2リール停止まで残ってる。そうで、第3でも帰らなければ当たり確定。パシャーにならなければ。そうめっちゃ帰りそうな顔してる。ちょっともう半身半身やろ。もう1回来たらこれは2連でも熱い。リプレイだと確かノーカウントだったはず、はあ、リプレイ挟んでもう一回出たら2連って数えていいみたいな。出えへん。あ、それもなくなってる。
だからコインがベロベロって出たのがさっきそのコインレスも解除したんじゃん。くそよ。じゃあこれでおお。なんか俺台とシンクロしてる。よし、パルサーになってきたね。パルサーが染みついてきた。はい、2連ね。これリプレイ挟んだから前回の液晶映ってない時結構すぐ当たった。当たった、音だけで。なんであっちの方が当たってんだよ。さあ山本さん、はい、ここで俺だけ入り時間早いんでちょっと行きます。え、俺一人で、うん、それはもうピンパル完全だ。ピンパルやん、マジ打ちやん。もうでも私行かなダメなんで。あ、そう、うん、もうでもちょっと一回は引かないと。俺がリクエストした台なんで、うん、頼むで。オートになったせいでこんなこと。それでは皆さん行ってまいります。おかしいな、もっと早く当たる台なのこれ。本来激レアな当たり方せな、これもう割に合わへんで。はい、この音大好きやねん。この張りがあるやろ、ビン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 って来てよ、来てくれよ。おかしいね、カエルさんよ。殿様気分ですか、殿様ガエルだけに。はい、おいおいおい。あ、でもここでダメ、全然けえへんな。もうおるやんけ、打てよ。ほんと 6?また王となってる。気づけば。なんか王とを切ったことでカエルとの縁も今切れたような気したな。せっかく2年まで来てたのに、絶対当たり引いたんね。いやもう200回回してるよ多分。3、4、8回って言ってますけど、金パルでの6でこんなハマるのまあないで。はい、来た。こんなにこんなカエルが出てこないのがだいぶ珍しい。今回月気圧ポイントが1回も今ないの。はい、はい、なんで。完全にマスターした。ちょっとカエル補充して。カエルの数が足りてないわこれは。こんなカエル出へん意味わからんで。カエルの全体数が多分足りてない。はい、1はきつい。3いって外れたら、あー惜しいなやねんけど、3いってないから惜しくもないもん。ほんまに6か。設定6ってすごいよ、金パルの。転ぶのも1回もないしさ。
2が来ない。これ3になるよね多分。横切ってベルかなんかやってまた横切ってからのこれやから多分3と数えてよかったんじゃないかな。違うかな。違うね。はい、2。この勢いで。嘘やん。あ、ここでリプレイ挟んで、もう一回リプレイ挟まない。3こんな来ない。ちょっとカエルがいません。すいません、カエル不足です。あまりにあまりにカエル不足です。これはストックないんじゃない、これは。おそらくストック機はボーナスを貯めて放出すんねん。だから台が来た時にある程度回ってないと内部的にストック大当たりが溜まってないのから。回せば当たるから。タクシー呼んでくれ。私は仕事に行く。僕も今から仕事なので、ただここまで来たらボーナス当たる瞬間というか3連4連カエルが出るのを見たいと思うので、偶然にも見つけたこのオート機能で当たるまで追っかけます。それじゃああとオートよろしく。こんな当たらないってないけどな。チャンネル登録お願いします。スタッフの森下です。山内さんが多分出られて30分過ぎぐらいに、ビッグが、出ました、この映像ちょっと届けられました。ちょっとトイレ行ってて気づかなかったんですけど、無事こちらのビッグを、の大当たりして映像を届けられてよかったです。今回は以上です。どうもありがとうございました。